さん、こんばんは。メイケンとシーゲルのおじいちゃんぷるのお時間が今夜もやってまいりました。今夜も早いですね、1週間ね。あっという間でございます。どうしたんでしょうか。ネタがないままに次々に行かなきゃいけないですね。でも毎日息をして暮らしていることには変わりないので、いろんなエピソードがあります。あの先週のね、油を飲んだように饒舌に舌が回ったシーゲルからして、今日はちょっとね、おとなしめでいこうというか、おとなしめというかね、これはテンション高かったですからね。そう、今日はどっちかっちゅうと低いわけよ。低めね、人生ね、やっぱりいろいろあるね。ある、ね、浮いたり沈んだり、そう沈んだり沈んだり、そう、沈んだり沈んだりって、もう酸欠状態ですけどね。まあ、僕、めったにこう機嫌悪くなったり、怒ったりとかしないんですけど、まあ、たまには笑うなというようなこともあってですね、まあ、そういう時に追い詰められたり気分が下がったりした時にどう自分の機嫌を取るかというところが大人のたしなみじゃないですか。そうね。メイケンさん、そうやってドーンとこう谷底に突き落とされたようなシチュエーションの時にどうやって浮かび上がったりしたんですか。いや、沈みますね。沈みますね。もうやっぱ落ち込んだ時はね、もうとにかくそれは話をしたくないね。ないね。外に出たくないね。ないね。ということはどっか一人で暗いところで、もうじーっとしてるしかないですよ。おじいちゃんぷるみたいな。そう、まあだからそんな時はね、酒飲んでも酔わないしね。あ、なるほどね。酔わないんだ。酔わない。僕はもともと下戸だし飲まないから、酒飲んで酔えないとかっていう経験がそもそもないけれども、あ、お酒をたしなむ人でもそうやって気分が落ちてる時っていうのは、のお酒を飲んでもなかなか酔えない。酔えない。そこあるんですね。酔えない。だから、どんどん飲むわけよ。どんどん飲むのに酔わないのよ。酔わない。だから、まあそのぐらい落ち込んで。ね、まあ、ね、気分がね、紅葉中のでもないで、もうど沈みなんでしょうね。いや、何があったんですか、そんな。いや、ちょっと生きるか死ぬか。ここでラジオで言っちゃったから、なんか訳を言わないといけないような流れになって、全部言わなくても、中身は言えないんですよ。中身は言えなくてもね、何かあるでしょ。中身は言えないけど、やっぱりその範囲で言える範囲、なんか1ミリも言えない、中身は。はい、いろんな、やっぱり世の中はいろんな立場の人、いろんなパワーバランス、いろんなシチュエーションがあるわけじゃないですか。まあ、あっちを立てればこっちを立たずっていうようなこと、利益相反みたいな話になるわけじゃないですか。分かった。大体上がってきました。大体ね。社会的な問題ですね。だから、晴れた状態をいい天気だねという人がいたとしても、雨が降った方が都合がいい人が行ったりするわけじゃないですか、タイミングで。日照り続きで作物が枯れかかっているとかね、まあ、もっとざっくり言うと傘屋さんは晴れ続きだと商売上がったりなので、っていう、そういうその利益相反することが起きるわけですよ、一つの事柄を言ったにしても。なので、まあ、迂闊なことは言えないと。そういうことね。いうことなんです。だから言えないってことですね。そう、言えないで引っ張りましたけど、まあ、とりあえずは言えないという。分かりました。まあ、言えないからね、まあ、でもなんとなく分かりましたけど。分かったんですか。いや、分かりましたよ。なんかね、相当そのやっぱ自分の立場的なことで言えないわけだから、言えないってことはね。そう、まあ、言えないこともあります。あんまり立場もまだないけどね。そう、ない。大した立場ない。ないけど、あるわけよね、やっぱ人には。まあ、その酸いも甘いもある程度噛み分けた我々も何十年も人間として生かさせてもらってる、こういう立場にしてもそうやって何か腹渡り煮えくり返るみたいなことがたまにあったりする、ね、そういう時にその気持ちの落としどころというか、そのガス抜きをうまくして自分で自分の機嫌を取るみたいなことにすごく苦労したりするわけじゃない、難儀をして、なんとかこう自分の気持ちを持ち上げて、明日も仕事しなきゃいけないとかっていうことになるんだけど、これがやっぱ青少年、まだ12、3年とか15、6年しか生きていない人たちがいろんなその生活環境で、ストレスを感じた時っていうのはやっぱきついんでしょうね。
それきついかも、うんうん、やっぱり周りの人に助けてもらうとかってそういう受け皿がないと誰かね聞いてもらえるとかね、うん、あの相談に乗ってもらうとか、うんまあ、黙ってただ聞いてくれるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんね、でも、ね、あのある程度大人になっても、うん、いない人はいませんからね、そう、ね、子供は もっと いないでしょうけど、うんうん、僕らも年をこんな重ねても、うん、相談できないことがいっぱいありますね、世の中にはね。いやでも僕の場合すごくラッキーだったのが、うん、本当ね、谷底に突き落とされたぐらいのことが大人になってからというか、うん、ここ数年のうちに起こったりして、うん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 、あの明健さんの前で号泣したことがあったんですよ、うん、あったわ、もうね、うん、こう噛み締めるとか涙をこらえるとかっていうこと、うん、そもそも全く無理な状態でしたね、うんうん、そうね、うん、あれはさ、言って、うん、言って、まあ、俺は聞いたのは覚えてるんだけど、うん、それはしげるちゃん的にはその言ってしまって、うんね、でまあ、涙も流してしまって、まあ、涙を流したらそんな綺麗なもので号泣して、うん、で その後それですっきりしたんですか、あれは、まあ、ある程度、ある程度やっぱりすっきりというか、うん、諦め半分、うんうん、まあ、自分の慰め半分みたいな感じですよね、うん、まあうん、あの時号泣したのは、うん、自分の身に降りかかったこと云々というのもありますが、うん、そんな個人的なことのために、うん、名犬バンドのレコーディングに穴を開けてしまったっていう、うんうん、自責の念の方が強かったんです。あ、そうなんだ。そうだ、本当はその超個人的なことだから、うん、プライベートなことだから、うん、そのなかなか人に話しづらい、うん、話す気になれないっていう案件なんだけれども、うんうん、そのレコーディング、もうギターも弾けないぐらい、うん、もう精神が衰弱していたので、これはもう正直にかけ根のない真実をお話ししないと義理が立たないと思ったわけです。なるほどね、なるほどね、うん、やっぱそのあの苦しさでも責任感はやっぱあったんだね。いや、そう、ありますし、あるから、うん、そのことの葛藤だよね。やらねばならないことあるけども、やれる状態じゃないっていう自分の精神状態でね、やったところで出来上がりに、うんうんうん、もう自他ともに納得いかない、うん、なんじゃこらみたいなテイクで出来上がると、うん、やっぱコストもかかることでもあるし、まあ申し訳ない、結局やり直しになっちゃうんだから、うん、そうだね、うん、なんか全然テンションの低い話だったけど、テンション上がってきたね、だんだん上がってきましたね。まあだからそう、たまにはその怒りのエネルギーっていうのをうまいことこう消化してね、うん、自分の生きるパワーにするっていうタイミングも必要なんじゃないかなっていう気もします。そうですね、うん、ラジオを聞いてる皆さんもそう、誰に言うかっていない時もありますから、そう、その時はラジオ宛てにメッセージをもらうとかね、メッセージをください、そうそう、そういうのがいいと思います、うん、こんなのを聞いてとか、そう、いいですよね、ラジオで言えばいいんだからね、うん、シーゲルのバカ野郎でもいいじゃないですか、うん、そうですね、うん、はい、さようでございますって言いますから、わかりました。そしたらね、とりあえずね気分転換で、はい、シーゲルちゃんの曲で、はい、なんかね、気分転換ができそうな曲を最初、今日は1曲いきましょうかね。ねえ、何の打ち合わせもしてませんけど、曲名に対して ね、 曲名対して ねえ、これでいきなり考えろっていう話ですね。そうなんですよね、うん、じゃあ、うん、こう爽やかな青空のもとね、うん、僕が作った曲がありますので、うん、それを聴いていただきましょうか、うん、いいね、はい、青空で、はい、うん、お送りしましょう、はい、シーゲルオノでウィングドーム泉の歌、どうぞ。まずき道に迷ってどうしたらいいのかわからなくなる、ふと見上げた空の青さを知り、あの場所で歌ったこと広げ、僕らを待って。
チンスコーニクルプンをチャップ何が出るかはお楽しみ名店としげるのおじいちゃん